吉川英治著、忘れ残りの木、デジタル録音、朗読その第11回、第4章、白がすり、続きから。小学1年生のその当時、やがて僕にとって忘れえないある一日があった。何でもそれはカンカン照りの暑い夏の昼だった。例のように植木会社のセミしぐれの道を通って家へ帰ってきた。誰か奥へお客が来ているらしく、玄関や庭に打ち水などしてあった。家の中は新歓と涼やかだった。母はいつものように僕の足やら顔の汗を拭いてくれた。それからやがて茶の間で新しく入れた茶を女中に奥へ運ばせてから、あなたもお座敷へ行ってご挨拶していらっしゃいと僕へ言った。僕は廊下境へ行ってそっと奥の方を伺った。半分巻いた日差しのすだれの目が午後の日陰を斜めに客前を落としていた。お客は一人だった。いかにも一人ぼっちといった感じで、きちんと広い座敷の中を余して座っていた。その人は若かった。僕より10ぐらい年上に見えた。白がすりの一重に小倉島の袴を履き、少しうつむき加減に、そして僕の方へ姿を斜めに見せて探査している。僕の目にさえ上品なおとなしい青年の感じがした。あの人誰？そっと母へ尋ねると、母は僕の肩をそばへ引き寄せてささやいた。知らなかった？ひでちゃんのお兄さんですよ。ほら、小田原にいらっしゃる。あんたのお兄さんのこといつか聞いたでしょ？僕はびっくりした。僕に兄と呼ぶ人があったことがどうしても実感に持てなかった。変なそらずらしさと羞恥が僕を固くしてしまい、母から「奥へ行ってお辞儀をしていらっしゃい」と再度言われても、かぶりを振って動かなかった。まもなく人力車のベルが外で聞こえると、ヘルメット帽に白い夏服の父がその背の高い姿を玄関に見せ、母と何か話している間にすぐ奥の座敷へ隠れた。それきりしんとした感じだった。すると僕の耳に奥の方から誰かの泣くようなむせび声が聞こえてきた。僕はそれに異様な衝撃を受けたと見える。こっそり一人で客間の様子を覗いていた。父は兄の手を膝の上に取って握りしめていた。片方の手は兄の白がすりの肩へかけて、父も泣き、兄も泣いている様子であった。この光景は僕の瞳を強く焼いたと見え、いつまでも忘れがたいものとなった。その時母の姿もそこにいたのか、茶の間だったかはよく覚えていない。ずっと後になって僕に理解力ができたと母から見られるようになると、母はぼつぼつ兄についての僕の疑問を何くれとなく解いて話してくれた。兄は吉川姓でなく綾部正弘と言った。僕とは母違いなのである。僕はそれまで何も知らなかったが、兄は小田原で生まれ、小田原十字町の藤本という料理屋で育てられ、中学もそこで卒業した。横浜にあると聞く父を訪ねて初めて会いに来た時は18歳になっていた。小田原では志望の勉強もできないから、出京して医科へ入学したい、そして将来は医者になりたいという希望をその折父へ訴えたそうである。兄の医学志願は、兄の戸籍の入っている養子先が伊佐井田村の医者の家だったので、それを継ぐ意思だったものであろう。兄はその綾部家へ入籍はされていたが、
綾部家の当主は死に絶えていたため、藤本麟太郎という縁家先の前述藤本に養われてきたのである。どういう理由か、その際父は正弘の医学志望には不賛成であったらしい。そのため工学の青年は志を得ず、父の意見に負けて明くる日小田原へ帰っていった。僕の印象にある兄は女性みたいに優しい感じの青年だった。俗に痩せ型中背というあの通りなタイプで、左の眉の中に大きなほくろがあり、頑固な士族上がりの父親とも、この僕とも似ている風はどこにもない。正弘は小田原の下流会で成人したので、自然環境から受けた感化が多かったのであろう。後に僕の父母も一興を喫したそうだが、首席となると大変な芸能の際で、何をやっても素人離れがしていたそうである。けれど平常の兄はちっともそんな傾聴の風は言葉の端にも見せず、つつましい好青年であり、またやたらに人付きされた。ついに医学校には入らなかったが、どこかに薬の匂いがするような医学生に見えた。母には腹違いの子だが、母はこの兄を後々までどれほど親身になって世話したか知れない。やかましい父へは常によくかばってやり、僕以上にもとひがまれたほどかわいがった。また母は僕は子供なので、ひそかに正弘を力ともしたのであろう。ところが次のことだけは母も僕には決して語っていなかった。それは兄の本当の母は誰だったかという疑問である。前に僕は父が二十歳代の頃、遊島の果て小田原にいられなくなって長野県庁へ転勤を命ぜられ、その期間にかつて父と小田原で問題を起こした美しい留守の内縁の妻が地上が原因で男に殺されたということをちょっと書いた。で、これは僕の想像に過ぎないのだが、僕はその固形にあった美しい婦人こそ兄の母だったのではないかという気がしてならないのである。もちろんその婦人については父も触れるのを好まなかったろうし、母もこの僕に聞かせもしない。けれどやや理解力や嗅覚に長けてくると、自然僕の疑問にもなっていた。その後小田原へも母と遊びに行ったし、特に父と兄とのもつれ方だの、父の放つ激語の端などでだんだん察しられていたのである。そうだとすれば、この義兄は実に悪名な人だったというほかはない。やがて僕を待っていた超青年期の世間的な苦労に似たような経歴も、この義兄の生まれながらの悪名に比すれば大したことはなかった。家はまた引っ越した。山手通りの俗に桜並木と呼ばれる植木会社の表門通りから湯行坂の下りへかかる坂の折り口で、座敷にいても庭越しに横浜市街が一望に見えた。吉川英治著、忘れ残りの木、朗読その第11回第4章、白がすり、途中まで。